ナンバーナイン、ビジュアルテクノロジーはかつて存在したグラフィックチップおよびビデオカードの開発、製造メーカー。1982年に設立、1999年に営業活動を停止。同社は最初の128ビットグラフィックプロセッサー、また最初の256色及び1680万色のビデオカードを開発した。社名と 同じく、同社の多くの製品名が、ロックバンド、ビートルズの楽曲に由来したものになっている。システムブート時に、ナンバーナイン社製カードのビデオバイオスは、カードのモデル名に関連したビートルズの楽曲の歌詞の一部を画面に表示する。カードの型名は通常、Q が先頭に付されていた。日本では、ダイヤセミコンシステムズが、同社の日本総代理店として、 製品のローカライズや販売活動を行った。ナンバーナインは1982年にアンドリュー・ナハダ、トスタン・ビアレックによってナンバーナイン・コンピュータ・コーポレーションとして設立された。企業名は1990年代初めにナンバーナイン・ビジュアルテクノロジー・コーポレーションに変更された。ナンバーナインはほとんどの間、レキシントンに拠点を置いた。 同社はまずアップルスーアクセラレータボードを開発し、1983年にハイエンド PC グラフィックカードの設計、製造を手掛けるようになった。同社は1990年代前期にかけて高級、ハイエンドグラフィックカードメーカーの一つであった。1990年代中期から後期にかけて、競合企業と価格や性能の両方の競争にさらされて、 市場シェアを失い始め、3D グラフィックブームや高品質化の流れに遅れを取るようになった。1999年12月20日、ナンバーナインは S3 に対して、同社のすべての資産及び知的財産権を買収するよう意思を表明。2000年中頃までに S3 はナンバーナインの資産の取得を完了し、ナンバーナインは廃業した。 2002年に2人のナンバーナイン出身の技術者、ジェームズ・マクロードとフランシス・ブルーノは、シリコンスペクトラムを設立し、フップがデバイスに実装するために、S3 からナンバーナインのグラフィック技術のライセンスを取得した。ナンバーナインの最初のグラフィックカードは、グラフィックアクセラレータチップを持たず、VGA が一般化する前のイサバスであった。 1980年代後期から1990年代前期にテキサスインスツルメンツのティガコプロセッサーをベースにイサおよび MCA バスのグラフィックカードを製作した。1990年に入ると独自開発のグラフィックアクセラレータを搭載した AGP および PCI グラフィックカードを製作した。同時に s ングラフィックス製アクセラレータチップを使って AGP PCI、ベルバスおよびイサグラフィックカードを制作した。それらの最後の AGP カードは NVIDIA GPU を使用していた。レボリューションシリーズは大きなフルサイズのカードで発表時点の価格は1995ドルから2995ドルであった。ナンバーナインのグラフィックカードは1986年から1992年頃まで テキサスインストルメンツの T ガコプロセッサを搭載して製造されていた。テキサスインストルメンツとムス 340X 例、コプロセッサとナンバーナイン設計のカスタムチップの組み合わせは、クリーピングといった原始的なグラフィック機能しか扱うことができなかった。しかしながら、これは当時としては大きな成果であった。グキジーライトを例外として、すべての T ガグラフィックカードは大きく、 フルサイズのカードであった。この頃、ティガを使用したカードは非常に高価で、発表時の価格は995ドルから2495ドルであった。イマジン128イマジン128シリーズ、2レボリューション3、D レボリューション4イマジンシリーズ GPU はナンバーナイン独自の設計であった。イマジンシリーズは4つの世代からなった。 イマジン128イマジン 1282T に RT に R4GPU 上にはヒートシンクは不要。オリジナルのイマジン128は1994年に発表された。r e v o l u t i o n 4は1998年に発表された。標準のアナログ VGA 端子に加えて、r e v o l u t i o n 4FP はシリコングラフィックス製 1600SW。 デジタルフラットパネルモニター用のパンデリ、デジタルインターフェースコネクターを備えていた。レボリューション 4FP はシリコングラフィックス製 1600SW デジタルフラットパネルモニター用のパンデリ、デジタルインターフェースコネクターを備えた数少ないビデオアダプターの一つであった。SGI の 1600SW ビデオアダプターは同社の王に320、540、 グラフィックワークステーションの専用品であった。4Mac は Apple Mac 用にオパンルディ付きの PCI カードを少数製造した。オパンルディインターフェースは現在の DVI-D インターフェースと物理的にも電気的にも互換性がない。これは初期のデジタルビデオコネクターであり、いくつかの競合、標準規格との非互換性が存在した。 スタンドアイロンのオパンルディディスプレイは消滅したが、いくつかの後発メーカーがオパンルディを DVID に変換するアダプターを製作したため、より新しいビデオカードでも 1600SW モニターに対応できるようになった。グックス64プロ PCI モーション 771PCI ナ、no. ンバーナインは1990年代にかけて S3 グラフィックスと親密な事業関係にあった。 イマジンシリーズ GPU とカードはナンバーナインのフラグシップ製品に位置づけると同時に同社は S3 の GPU を使ってリーズナブルなビデオグラフィックカードを開発した S3 ベースのカードは通常3つの価格帯で製品が発表されたそれらは同じモデル名を持っていたがモデル番号と GPU が異なっていたありがとうございます